小山美希は日本の女性レーシングドライバー。神奈川県相模原市出身。2015年にモータースポーツフォーミュラシリーズの買いカテゴリーでプロデビュー。2019年から開始した女性ドライバー限定のフォーミュラ選手権 W シリーズに参戦している。父の影響でカートに興味を持ち、5歳で小学生1年生の部に特別参加した。 海外のレースデビューは13歳、17歳の時 F1 レーサーになるため英語を重要視としてフィリピンに留学。2015年に FIAF4 選手権でプロデビューした。2019年 FIAF3 アジア選手権のウィンターシリーズに参加。同年女性が F1 レーサーを目指すための登竜門である W シリーズに出場。2020年レッドブル グローバルアスリートのサポートを受けることになり、同名義で W シリーズに参戦を継続。AB18 歳女子レーサー、小山美希。今は F4 も、夢は、やっぱり F1 ですウェブスポルティーバ、2016年2月2日、更新。AB 小山美希。いよいよ、W シリーズ開幕戦へ、この大きな舞台に立たせてくれた、日本の皆様に感謝モータースポーツ .com。 2019年5月3日、更新。オート、スポーツウェブ小山美希が、W シリーズ参戦へ向けアジアン F3、ウィンターシリーズに参加。収穫 L も、悔しいですオート、スポーツウェブ、2019年2月25日更新。日本一早い女、小山美希。レッドブルの重鎮からの電話で、海外参戦を決意。 集英者スポールティーバ2021年2月9日閲覧ありがとうございます。